さあ続いてコース上を走行中、カーナンバーは35号車ですかね、35号車ですね、カローラ福岡 M1 走発動、トヨタカローラ福岡はトヨタスポーツクラブ M9 です。さあ綺麗に整備されている35号車、おっと近いところを回ってきたぞ、近いところを回ってきた。さあここはタイム期待できるのか、ただ35号車伊藤選手まもなくゴールのコードに向かいます。ファイナルタイムは1分12秒551。クラス7番手、クラス7番手。さあ続いて、コース上走行中、カーナンバー36号車がコース上です。鶴田健二選手、カローラ福岡 IM 鶴田86、トヨタカローラ福岡モータースポーツクラブよりのエントリーです。さあ今年は残念ながらモータースポーツ参戦が少なかったことが悔やまれるという方で、鶴田選手がおります。さあこれはどういう人になるのかな、トヨタガズーラリーチャレンジでクラスのシリーズをチャンピオンを取られているようであります。さあカーナンバー36号車鶴田先生、現在パイロンセクターを走行中です。さあ最終のジャンプターンは最後に最終で参りました。ファイナルタイム1分13秒498、13秒498はクラス6番手、クラス6番手。続いて37号車コース上です。島健一選手、GR ガレージ福岡空港 MS86、トヨタカローラ福岡モータースポーツクラブのエントリー。さあ島選手は、ファーストヒートもですね、そこそこのタイムで上がってますね、1分11秒903、これはセカンドヒートかなり期待できるぞ。さあパイロンセクションを攻略中はカーナンバー37号車島選手。さあスラローン選手も1分ただ1分これはいいタイムになりました。ファイナルタイム1分10秒441、1分10秒441でクラス2番手、クラス2番手。さあトヨタカローラ福岡モータースポーツクラブ親分の出走であります、井上直樹選手、 GR ガレージ福岡空港86、現在コース上走行中です。さあ今年は、全日本のジムカーナも経験し、また西日本フェスティバルも経験した井上選手、来年こそはジムカーナにフル参戦することを目標に挙げておられます。さあその前哨戦であるのがこの、九州フェスティバル、何とも勝っておられたいところでありましょう。現在パイロンセクションを走行中はカーナンバー38号車井上直選手。さあスラロームを抜けてちょっとここは気になった、何とかパイロンを抜けてた。さあ入ってきたのがタイムの方11秒275はクラス4番手、クラス4番手。続いてコース上を走行中です。39号車ですね、39号車、坂本隆樹選手、スプライプレーム横浜 RX7。さあ今年は全日本の九州ラウンドで5位に入賞できたと語る、坂本選手であります。さあオーデントメーカーアーデンスでコストをゲットして、ちょっと回りすぎたよ、パイロンはどうやらセーフのようですね、はい、パイロンはどうやらセーフのようであります。カナダは1分10秒818、10秒818はクラス3番手、クラス3番手。さあ続いてコース上走行中、カーナンバー40号車となります、菅智樹選手、スプライン RX7。 さあ菅選手もですね、九州の選手権ドライバーですね、今年は D2 クラスのランキング4位に輝いている選手であります。1位ポイントですね、1勝した、1回
で勝って優勝を果たしている選手ですね。さあ1週間前の西日本フェスティバルでも、2位に輝きまして勢いよく来ている須賀翔選手。さあセカンドリーグはいかなるタイムを叩き出すのか、まもなくゴールまで届かず5番手ファイナルタイム1分10秒757はコラス5番手。さあ続いてコース上走行中カーナンバー41号車です。41号車立川ひとし選手、サンハウスインテグラの走行となっております。さあ今シーズンは、21年ぶりに九州選手権を追っかけた立川選手、 SA1 クラス、シリーズ4位に輝いております。その往年の走りを見せてくれることでありましょう。カーナンバー41号車御年63歳立川選手。さあセカンドヒートどのようなタイムで立ち上がってくるのか、タイムの方は続々と刻まれております。さあここはちょっと高くなりますが、タイムの方は1分16秒223、16秒223はクラス9番手、クラス9番手。悪かった。さあ42号車コース上走行中です。徳永俊介選手、9代初乗りクソシャバインテグラ。向こうがきつくなってそっちも。さあ、久留米大学かな、久留米大学の学生さんでしょうね。はい、来年は実戦に挑戦してみたいというふうに語る、まあ、まだまだ、ポテンシャル十分のこの、42号車 G2 のインテグラを買って、このもう残る5番ですよね。はい、パイロンセットをすごく、綺麗に回っているのは42号車徳永選手。さあこれもそこそこのタイムが期待ですけど、ファイナルタイム1分12秒299、12秒299はクラス7番手。さあ40の3号車ですね、43号車コース上走行中です。古田達樹選手、 GR ガレージ福岡空港 TF86、 トヨタカラーの福岡モータースポーツクラブへのエントリーです。さあ古田選手は、白6と白6、来年はぜひそれで優勝したいというふうに語っておられます。さあパイロンセクションを、走行中はカーナンバー43号車古田達樹選手。さあレースはちょっと勝手が違うこのジッパーな競技というものでいかなるタイムで上がってくるのか。マネーテーマは1分14秒616、14秒616はクラス9番手、クラス9番手。さあ続いてスタート44号車です。さあ畜生 D2 クラスのチャンピオンドライバーであります、藤本幸太選手、 K グランド MR2 K グランドレーシングのエントリーです。さあチャンピオンマシンを担当する藤本幸太選手、さあなんとですね、この車、この車の会社がついたのが今年一番嬉しかったことって書いてますね。チャンピオンマシンということで高く売れたのか安く手放したのかよく分かりませんが、さあこのチャンピオンマシン来年以降は誰が乗るのかっていうのもちょっと興味ありますね。さあちょっと近いところ、あった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 、これじゃ高く売れないぞ。44号車藤本選手、なんとダッツ2ですね。タイムの方1分12秒033、生タイム1分12秒033で生タイムでクラス7番手ですが、残念ながらダッツ2の判定です。さあ E1-2 クラスですね、エキスパートクラスラストゼッケンになります。米田選手がコース上を走行中、カーナンバー45号車K ブランド PSDR 戦。さあパイロンセクションに立ち上がってきたぞ。さあここは何としてもベストタイムを更新したい、あるいは奥園選手のタイムを塗り替えたいだろう45号車米田選手。さあ奥園がいいタイムだ、4秒5秒届かないか。
はい、ファイナルタイム1分09秒202、1分09秒202は、クラス、1番手でありますが、奥園選手に届く。